僕らの別荘。前住んでた人かな。え、何？なんか届いたんですよ。100% 爆弾じゃん。100？ 爆弾じゃないとおかしい重さです。え、重いんだ。はい、重い。わかる。なんか伝わんないと思うけど。持っていい。ああ、ちょうど爆弾の重さ。知らねえだ。ちょうど。ちょうど爆弾だ。これさ、うん、電車の中とかにある、うん、なんか変なもの見つけたらすぐ教えてくださいみたいなやつのまんまじゃない？まんま、うん、そうだね。まんまだ。見つけたら通報しちゃうね。の、うん、いやだからもう、うん、ついにその別荘にも過激な強火ファンが、うん、あ、マジで本当の強火をしに来たのかもしれない。その思想を持った強火ファン。思想を持った強火ファン。あ、違うわ。何？なんか俺が頼んだやつだ。え？はい。ドラゴンボールウェハース？爆弾頼んだの。あの、アマゾンですぐ来るように爆弾頼んだ。なんか、翌日届くみたいな、ね、翌日届く、ね、爆弾を翌日届けてプライムで届くの。プライムで。いや、ちょっと、あげようか。何ですか、まず。いや、あげとか忘れたら、あげてからお楽しみ。結構、ね、梱包が手間かかってるけど、うん、これ怖いよ、だから。じゃあな。やばいやつ。俺らも巻き込まれました。雑に開けて大丈夫。やめて、ちょっと本当。怖い。本当に何？赤か青の糸出てこない？出てこない。まだなんか包んであるじゃない。いや、俺もそこまでどんな仕上がりかはまだ分かってないから。うん、重いね。うまそう。え、予想は？いや、爆弾よ。うん、紙製のね。ああ、俺がその爆弾で遊ぼうとしだすと思って。そこまで来ちゃった。そこまで来ちゃった。うん、完成品じゃないかもだけど、爆弾を作ろう。爆弾キット。チークキット。チークおもちゃ。なんかハンカチ落としみたいに円になって後ろでこう爆弾落とされて死ぬ人が出るみたいな。これ全然いいよ。これ全然いいよ。これ全然いいよ。わ。あ、なんか今落ちたぞ。え、マジ？ポロポロって。これ。おにぎりにも見えるけどな。あ、確かにね。爆弾おにぎり。確かに。鮭とか明太とかいろいろ入って。お、来るぞ、来るぞ、来るぞ。何何何。じゃじゃーん。え、何何何これ。じゃじゃーん。何？本当に隕石。ジオードでした。ジオード。これが？ジオード。え、ジオードってあのジオードニキの？そう、ジオドニキのこのジオドの中身は何だろう、何だろうな。このジオド、ジオドニキ以外でさ、初めてなんじゃない？やってる人いないんじゃない？こんな粉吹いてんだ。知らない。俺も初めて買ったから。本当だ、ちょっとなんか表面もコロコロ壊れ始めてるかもしれない。ちょっとめっちゃ、このジオドの中身は何だろうな。何だろう、もう一回やる。もうそれはどうでもよくて、この紙は何だろうな。いやいや、紙に行きます。紙に行きます。紙に行きでしょ。ジオードに行きます。すごいな、粉が。なんかジオードっていうのはこうやって中にこうなんか、うん、なんかが入ってると。何かが入ってんだ。何かが入ってる。結晶になってる。そう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 。宝石みたいなやつだよね。開けてみるまでわからない、なんかね。まあ、わからないっちゃわからないよみたいな。なってないこともある。わかんない。だってジオードって。でも開けるまで確かめようがないから、多分この出品というか売ってる人も。でもこれだけあってもどうしようもないじゃん。そうよ。飾るのか。うん、なんか自転車のチェーンのさ、あやつみたいな。万引きみたいなやつ。そうそうそう。ジオードにてやってるもんな。やってるやつ。あれ必要なんじゃないの。そんなこともあろうかと思って。あれ？じゃあれ用でしかないじゃん、あの道具って。ハンマー。ハンマーかい。ハンマー。ハンマーかい。あと見たことない。何それ。ハンマーか、ね、最初なんかのレバーみたいな。何これ。ゴム、ゴムのハンマー。え、ゴムハンマー。ゴムハンマー。あの車のガラスとか叩き割るやつだった。分かんないけどハンマー買った。こっち何なんだろう。それな、何それ。素材何それ。分からん。取れんの。え、回る。え、取れる。え、何これ。取れた。取れていいのそれ。取れちゃダメだこれ絶対。何これ。え、これどういうこと。何それ。こっち側取れないんですか。絶対取れる。絶対取れるね。じゃあ同じか。なんか中に入ってるとかじゃないんだもんね。とかじゃない。ネジなんだ。
ちゃんとこれハンマーとして機能すんのかな。ハンマーはやっぱこうある程度強くないとね、意味ないから、ね、一回試してみていい、うん、あ、ダメダメダメ俺そのハンマーの強度確認できないから。あ、これのしんちゃんのオープニングかかって、ダメ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 笑うか、子供これでなんか割れるかなと思って割ってみようか。でもいける。一応 Amazon の注文確認させて。はい、どんなことが書いてあったのか。こちらの商品、トランカスジオード、うん、衝動、蛍光、血水症の勝利、洞窟の洞に、うん、蛍の光って書いてある。なんか光るものがなんか入ってるみたいなことなのか。ちなみにこちらの商品、うん、メキシコチワワ州産。チワワ州、チワワ州、そんな可愛い州ある？あります。チワワ州、チワワが、まあメキシコ野良犬っていうからね、チワワがね。へえ、原産なのか。実際に割ってみるまでジオードの内部状況は一切わからない。へー、思ってたものと違った、綺麗じゃなかったのの低評価レビューが見られますが、うん、内部を見て選別が行えない商品ですので、ご理解してください。なるほど、ね、まあでもそうだよな、自然のものだもんね、結局。その俺、じゃあ自然のウェハースってことこれ。そうよ、そうよ、ね、そうよ、綺麗なダーブラ出るかもしれない。ダーブラ出ねえよ。わかんないからね。あ、すごい、なんかこれ画像、こんなこともありましたよと、デビューみたいな、外から発光する様子が見られることもあるし、光るの、ブラックライトを照射する光るものがあることもあるし、ラピュタじゃん、マジで、へー、飛行石みたいな、基本こんな感じなんだよ、この真っ白な結晶みたいなの入ってんじゃない、割りてー、割りてー、こりゃ割りてー、真っ白なんだ、真っ白がデボっぽい、なんかクリスタル、これ割りたいな、クリスタルの、あー、透明な感じね、結構ガーンってだけ無理じゃない、ジオード極みレアだった場合は、そう光るやつが、光るやつよ、ゴン、光るゴンが入ってるんだ、光るゴン、買取ジオード価格ももしかしたらすごい、買取ジオード価格すごいかもしれない、うんうん、まあ、とりあえず叩いてみるしかないんじゃない。まあでもケムさん言ってください、マジで行くよ、こっちだよな、さすがに、うん、なんかこっちなわけねえよな、もう素材一緒っぽい、うん、一緒っぽい、行きます、怖い、どうだ、え、割れそう、割れてみていい、うん、なんか衝撃がさ、下に、うん、逃げてる感じするね、うん、あれは、え、ドライバーとかでさ、こう、そう、あ、え、なんか前も一緒にドライバー探してさ、なかったんじゃない、ドライバーあったのに、あったの あったのにっつって探して、結局俺らが見つけたりしなかった、いや、あるじゃんみたいな、あ、じゃあ後ろじゃない、あ、それじゃないの、それ右のさ、あったあった、え、ちょっと、あ、これなんかちょっとここさ、入れてくださいみたいな、ここ差し込んでくださいみたいなとこあるぞ、ま、マジ行くよ、いく、マジ行くよ、あ、これ怖いな、手いかないようにして、入った、刺さってる感じする、あ、ちょっと跳ねちゃうな、表面がね、だいぶこれかけたけど、もっと近づくけば多分いけますけど、怖い、手打つのが、ちょっとやってみていい、気をつけてくださいよ、石は持ったままでいい、そんなわけねえだろ俺もう気軽なくいけるわちょっと体勢考えろ、体勢で、もうガッ、ちょっと待って、俺分かった怖いな、確かにこれ、そうでしょ、手いきそうでしょ、こういうことか、あ、でも入ってるよ、入ってる感じするな、え、これって普通ハンマーで割るもんなの？やっぱ万力みたいな、うわ、入ってる入ってる、え、入ってないよ、え、嘘、あ、削れてるだけか、表面、おい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 、石入ってる、入ってる入ってる入ってる、見て見て、入ってる入ってる、見て見て、入ってる入ってる、入ってないよ、入ってないよ、何がマジック、ジオードのマジック、全然開かないぞ、ジオード開け方で調べるわ、確かに確かに、ジオードを割って開く5つの方法、うん、湯煎かな、スレッジハンマー法、ジオードを靴下に入れて地面に置く、小さなスレッジハンマーまたロックハンマーを取り、ジオードの上部中央を叩く、のみで、手持ちでハンマーだから、まあ、まあ、やってることはこれの岩を少し回転させて、もう一度 石の表面にこう線を引くと、あ、なるほどね、必要に応じて岩が裂けるまで繰り返す、忍耐が鍵です、そんなかかるんだ、だからマイナスドライバーの方がいいよ、ガッガッガッって後付けて、でもなんかこっちの工法があったわ、一番簡単なやつあった、え、別の大きなジオードでジオードなんでそれ攻撃って書いてある別の大きなジオードでジオードを攻撃、
今回は開かず。じゃあ回数決めようもう。何？十回ずつとか。でそれで開かなかったらもう次回。十回じゃ開かないと思うけどね。本気でやってても本気で。怖い、本気は怖いんだって。でマイナス？マイナスがやっぱ楽しいの。俺マイナスだと思うよ。見ろってそういうことだもんな。あちょっとずれちゃってるね。いくつ今十回やってるさ。意外とこれ左手が大事なんだよ、多分固定が。Everybody, cha, 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 c
お前すごいね度胸。怖っ。お、火出たけど。火花散った。火散ったな。見たかった。火花散った。火花散った。いや、わかんない。映ったかな。もう一回やって、もう一回やって。いや、わかんない。怖いよ、俺も。もう一回やって、お願い。火花散るとは思ってねえからよ、うん、俺も。お、え、ま、ほら、煙出てんじゃん。これはでも違うだろ。粉なんじゃん。あ、ほら、まだ火花散ってんじゃん。マジだ。なんだこれ。ほら、煙出てるよ。燃えるんじゃないか。え、燃える石？石炭なんだけど、普通に。割れず。割れず、火花散る。現代のテクノロジーが割ることができない。できない。怖すぎてやめました。なんだこれ。でも割りたいね。とんでもないもの。ちょっとなんか、あのさ、万力みたいなさ、うん、結構高いの。いや、高いだろう。あんな、だって結構よ。いくらだったら買う？え、いくらだったら買わない？万いったら買わないよ、それはもちろん。万いったら買わないか。さすが。元取れないもんな。まあね、5000円までとかだったら買っちゃうな。確かに。みんなでお金出そう、5000円だったら。ジオード割る道具って調べたら、一番上にくるみ割り器が出てきた。あー。え、でもさ、サイズ合わなくない？ちょっとサイズ合わない、多分。え、てかさ、ジオード2機しかジオード扱ってないってさ、あいつしか割れないからなんじゃないの？が世界一の力持ちなだけで、うん、そうか。あ、でもこれ買うか。タガネ。はあ。でも結局さ、叩くのでも。本当これ300円とかよ。タガネとデカハンマー買おう。これにしようかな。2022強化版ワークプロ。強そう。うわあ、強そう。ちょっと怖いよね。ベストセラー1。普通に 1.3 キロする。重っ。いや、そんな間違えたら終わりよ。何間違えたら？食べちゃったら？そう。終わりだろうな。鉄分取りすぎだもん、1.3 キロも。1.3 キロして食べきれないかもな。食べきれない。なんで空前ってな。注文しました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。無理か、これ、さすがに。ちょっと今回は無理でしたということで。ジオードが開かないっていう動画になっちゃった。でも初めてじゃない？何？ YouTube 史上。ジオード出てきて開かない。普通ボツにするから、そしたら俺らレベル低すぎる。ジオードで開けないで動画できるの俺らぐらい。マジで愚かすぎるな。石、最後にさ、うん、次回予告して、うん、次回の僕らの別荘、僕たちはなんとジオード2機しか持っていないとされたジオードを手に入れることができた。どこから入手したんだ。そんなことはさておき、ジオードはなぜか開かなかったんだ。次回ジオードまた開かず。チャンネル登録よろしくな。誰がするんだよ。確かにそのまあ持ったらっていうのはある。そう、持ったらなんか意外とちょっとで手動かす。僕さ、やっぱさ、ここに逃げてるじゃん、全部力。逃げてるクッションが。でまあこうしたらこうダイレクトアタックしてるから、うん、あ、え、行っちゃうよ。おお、あ、やばいやばいやばい、やばい、今生まれ、今割れた音じゃなかった。生まれる、ちょっと待って、石待って、石待って、え、お前、え、お前、え、あ、でも無理。そ、青の方じゃないんじゃない。あ、確かにそっち越えたぞ。黒い方は変わんないか。あ、違う、こっち、これ、あ、叩いてさ、確かに、あの音が響くとこ、ね、が弱いから、もうちょっとなんか、ね、これ音でかいぞ、こっ
っちよりこっちの方が。あれ確かにそこなんじゃないか弱点。え、なんか割れそうな音はしてるよね。音さ割れてないそれもう。でも確かにここの重さがもうちょっとあったらかもな。うん、無理なんだ、ゴムだから。なんかあと俺やっとくからいいよ全然無理か。この辺は全然ほら音がもう。でもそこやってたらなんか割れそうじゃないですか。何がいいし、どの曲がいい？ファンモン。ファンモン？ファンモン有名な曲何？ファンモン何？ちっぽけな雪とか。どんな？俺たちはまだちっぽけ。俺たちはまだちっぽけで、ひらの中には、ひらの中には何もないけど、何かで、何かで、でも諦めないから、手間にならなくないから、自分にしてやめるんだ。なそうだろう、なそうだろう。みんなどこへ行っちゃったの？俺一人だけを取り残して。忘れてる忘れてる忘れてる。こっちやねん。こっちか。うん、ごめん、うん、間違えた。心踊ってやってみていい？もちろん。エンジョイ、音楽は鳴り続ける。いつ今日に届けたい胸の鼓動。心踊るアンコールはかすダンスダンスダンス。レディゴー今ゴリゴリより飛び越し音に乗り泳ぎ続ける。エンジョイいつじゃいつじゃこうする心響き続けやっぱりなハーリー。これは急いで歯磨くてマトラセンサーみなあーみな。こっちこっちこっち、こっちこっちこっちやね。無理だな、これはちょっと厳しいね。うん、欠けてってるけどね、どんどん周りがなんか、うん、そのまま俺らゼロになっちゃった。何になっちゃう。ちょっとなんかこのっぽいな。掃除しよう掃除しよう。このジュートの中身は何だろう。何だろうな。